尾瀬市立図書館は、三重県尾瀬市中村町にある公立図書館。尾瀬市立中央公民館の2階にある。開館以来、長い間公民館の一部として図書館活動を続け、2001年に尾瀬市立図書館となった。伝統ある子ども読書会や市民の寄付で購入されることぶき文庫などに特色がある。1928年3月30日。 尾和瀬神城高等小学校の一角で、尾和瀬町立図書館として、北室郡尾小瀬町に開館した。大正期までに設立された図書館が37館あった三重県の中では、尾和瀬町立図書館の開館は遅い方であったが、北室郡では最初に開館した図書館であった。町立図書館の百三十七年度の統計を見ると、蔵書数は七十九冊。 会館日数は251日、閲覧者数は583人であった。また、現行の大和市域には他に1932年2月会館のソネ青年団図書館と1935年3月会館の久喜青年図書館の2つの私立図書館があった。三重県内の小規模な図書館は、太平洋戦争の激化に伴い有名無実の存在となったものが多いが、 尾和瀬町立図書館は1949年の統計が残っており、これによると1日平均閲覧者数は1人、増書数は322冊であった。しかし同年の図書館法制定により、県内の図書館は8館まで到達され、尾和瀬町立図書館も一旦閉館した。1947年に尾和瀬町や浜の住民が自前で公民館を設立したことに刺激を受けた。 小和瀬町青年団は1949年に公民館を開設しようと立ち上がった。この動きに保応した小和瀬町当局は1949年12月1日に小和瀬町立公民館を小和瀬町役場公会堂に設置した。公民館は自治体警察である小和瀬町警察の廃止に伴い空き庁舎となった。 南浦455番地の建物へ1951年11月に移転した。大和町立公民館には1951年4月に大和町立図書館が設けられ、図書館運営は公民館活動の3分野の中の一つと位置づけられた。図書館の目的は町民の教育を高めるためであり、閲覧時間は9時から20時であった。 おわせ町立公民館は活発な活動を行い、町民もこれに積極的に参加したことから、三重県庁や文部大臣らから数々の表彰を受けた。図書館は、旧おわせ町立図書館から、蔵書の一部を引き継いだもののほとんどは新たに入手した図書で構成した。こうした、改館の経緯は、鳥羽町立図書館とよく似ている。1五十四年六月二十日、おわせ町は、 スカトシ村、クキ村、北林内村、南林内村と合併し、尾瀬市となり、尾瀬町立公民館は、尾瀬市立中央公民館に、尾瀬町立図書館は、尾瀬市立図書館にそれぞれ解消した。1955年には、増書数4,441冊、閲覧者数41,312人と、記録されている。1957年10月1日に、 三重県立図書館を大瀬文館が私立図書館に併設されたが、1964年3月に財政難を理由に閉鎖した。大瀬市立中央公民館は手狭になってきたため、延べ床面積1078平方メートルの旧、大瀬電報電話局の局舎を1000万円で買収し、400万円かけて改装し1967年2月1日に移転した。 新しい公民館には、図書館のほか、大会議室、講座室、資料室、郷土室、市営結婚式場などが設けられていた。この頃の公民館の所在地は林町であった。1980年4月30日、レンガ風の外観をした新公民館へ移転し、図書館機能がその2階に設けられ、大和市立中央公民館図書室に改称した。 図書室は平成に入って以降利用実績が急伸長した。1994年度の蔵書数は56,200冊であった。当時の閉館時間は平日が16時45分、休日が16時であった。1997年に図書の収蔵能力が限界に達し原則として図書の寄贈を受け付けなくなった。またこの頃の図書室は 図書館法に基づく図書館ではなくコンピュータ導入の目処もつかず手作業による貸し出しを続けていた。2001年4月設置環境はそのままに大瀬市立図書館に改称し大瀬市民のみならず北室郡の在住者、通勤者も利用できるようにした。同年6月にコンピュータを導入するために休館に入り同年7月3日に再開した。 また平日の開館時間を19時までに延長した。2016年10月15日と10月16日に図書館の主催で三重県立熊野古道センター芝生広場を会場として青空図書館員おわせを初めて開催した。青空図書館とは公園などにレジャーシートを敷いて屋外で読書を楽しむイベントであり、当日は絵本作家の宮西達也やおわ市出身の作家、 いぶきゆうきによる講演も行われた。またプレイイベントとして、同年9月10日に、いぶきゆうき原作、棚田ゆき監督の映画、49日のレシピの上映会を、尾瀬市福祉保健センターで開催した。尾瀬市立中央公民館は、三重県尾瀬市中村町10番41号にある公民館。1949年12月1日に開館した。 小和町立公民館を起源とし、現行館は1980年4月に開館した。鉄筋コンクリート構造一部4階建てで、郷土室、小和瀬市立図書館、公道などを併設する。敷地面積は32,998平方メートル、延べ床面積は2,621.6平方メートルである。 開館時間は8時30分から21時30分まで、休館日は祝日、第3日曜日、年末年始である。館内の構成は以下の通り。図書館は一般閲覧室、児童閲覧室、幼児室を備え、書庫や古文書室もある。郷土資料コーナーには、大瀬町長を務めた大田久志編著の大瀬の方言、貴族風土器など21点。 郷土市野の倉本溜一郎による南林内村氏などの漢本と倉本の原稿を製本した昭和地震誌などを備えている。尾和市立図書館の読書会は小学生対象の子供読書会と成人対象のポランの会がある。子供読書会は1967年に発足した伝統ある読書会である。2015年までは 読書感想文コンクールも実施していたが、2016年に読書会の内容を刷新し、読み聞かせや絵本作りなどを通年で開催するようになった。ポランの会は1990年に発足し、月に一度集まって、子供向けの本を読んで話し合いを行っている。またその成果を活かして読み聞かせ活動も行う。なお、 自動文学者の小倉はじめがポランの会を指導していた時期がある。大和瀬市には市民から募金を集め、それを資金に図書を購入して図書館に寄贈する受文庫運営委員会がある。同委員会は1966年に紀北信用金庫の理事長を務めた土井周平が当時の大和瀬市で役年の男女が役払いとして料亭や旅館で派手に散財したり自社でお金を ばらまいたりしていた風習に変えて、図書館の増書を充実させるために使おうと呼びかけて、設立したものである。ばらまかれた金銭を子供が拾い集め、大金を手にすることが健全育成にふさわしくないと、みなされたことも背景にある。こうした経緯で始まったことから、主として、役土の人に募金の呼びかけがなされてきたが、大和市の人口減に伴う、 役年市対象者の減少により集まる募金額も減少してきたため、2015年の文庫創設50周年を機に、基事や米珠などの祝い年の高齢者にも寄付を呼びかけるようになった。同委員会は、大瀬市立図書館に事務局を置き、毎年役払いの時期である1月5日から3月12日にかけて募金を求める。募金は図書館のほか、 おわせ神社とおわせ市内の5時で受け付ける。集まった募金は通常の図書館予算では購入が難しい高額の図書やリクエスト図書の購入に充当される。ことぶき文庫には2017年までに6090人から計2262万円の寄付が集まり12000冊を図書館に寄贈した。ことぶき文庫の資金で購入された図書には 薬土市の Y を取った Y マークを調布し、大 N 会示文庫と記された蔵書院を押して、通常の購入図書と見分けがつくようにしている。ことぶき文庫運営委員会の委員は、任期2年で17人おり、おわ市の地域団体代表者や図書館の利用者、薬土市の人で構成される。委員の再任は妨げられていないため、長年にわたって委員を務める人もいる。 役土市の委員は、同年齢の人に寄付を呼びかける役割を担う。JR 規制本線大和瀬駅から徒歩後の10分。三重交通バス利用の場合、大和瀬市役所バス停で下車し、すぐである。公民館駐車場は25台分あるが、大和瀬市当局は、公共交通機関の利用を求めている。ありがとうございます。